ことができて、まあ、トレーナーもね喜んでくれてました。でもう道に1時間トレーニングしたんやけど、ぎっくり腰にならないように腰の負担をちょっと軽減したトレーニングをねしてくれて、もうこれからまた頑張っていきたいなと思ってるんですけれども、最近ねなんかおっぱいがほんまになんかむっちゃ垂れて、多分体重も減ったからおっぱいも減って、さらになんかもうおばあちゃんのおっぱいみたいな、もうほんまもう地面つくんちゃうかぐらいまでドーンって重力に向けとって、もうこれほんまにどうにかならんかなと思ってね、トレーナーに相談したら、もうこう胸筋鍛えたらバストアップにつながるし大丈夫ということで、初めて胸筋のトレーニングしたんですけれども、なんかさここにクーパー筋ってあってそれ切れたらもう元に戻らなくて、まあ、それが大事とかいう、みんな聞いたことないですかね。でなんかそのクーパー筋が切れてんのかなと思って、クーパー筋って切れたら分かるんですかとかって聞いたら、普通はそのクーパー筋って切れへんねんって。普通に生活してたらおばあちゃんとか結構年取ったら切れるかもしれへんけど、普通の人は切れることはないっていうの聞いたんでちょっと安心しました。ほって感じこのね胸がほんまに垂れてんのが嫌すぎて、ちょっとこのバストアップ2回に1回トレーニングに取り入れるって言ってました。で最近なんかもう食事が全然我慢できひんくって、まあ、1ヶ月結構もう我慢してたんやけど、それでもなんかもうこの前かもうストレスがやばくて、もうラーメン食べちゃって、初めてダイエット初めてラーメン食べたな。食事がちょっと我慢できてへんくって、なんかストレスで1月からダイエット始めてるんやけど、初めてラーメン食べた。でラーメン別にそんな好きじゃないんやけど、なんかどうしても塩原水っていう大阪のね、大阪全国展開してんのかな、まあ、塩原水って私が大好きなラーメン屋さんがあって、そのラーメン食べたくて食べに行こうと思ったらもうお店が閉まっちゃっててね、全然知らんとこ行って、しかもそこがあんま美味しくなくて、まさかの残すっていう、もうわけのわからん、美味しくないものでカロリー摂取するのが一番嫌やって言っとったのに、それを摂取するっていう、まさかの意味わからんっていうね、そういうことがありました。名前も我慢できひんし、なんかそういう時ってやっぱあると思うねんけどな、私だけなんかな、なんかやっぱ我慢できんか、ここまで太ってないけどさ、でもなんかもうほんまにしんどくて、食べ物が最近あんまり我慢できひんくって、ちょっと家に甘いチョコレートとか食べちゃったりとかしてて、やっぱりあかんなと思って、ジム久しぶりに行ってやっぱりもうちょっとやる気出さなあかんし、一応2ヶ月っていうコースを組んでるから、ラスト1ヶ月ちょっとそういうのを、食事とあと家でできる運動とか、まあ、歩いたりとかも取り入れて、あとね2ヶ月目体重70切りたいなと思ってます。ジムで測ったが 73.4 やったんかな、1ヶ月あったら多分切れると思うから70は切りたい。でまあその後も延長する予定なんでね、そっから頑張っていこうと思ってます。でもねあと嬉しいこともあって、友達とかに久々に会ったらちょっと痩せたとか顔がシュッてなったとか言われて、もうそれほんまに嬉しい、もう喜んでる。やっぱり人にそうやって痩せたとか言われたら嬉しくなりますね。うん。あとは無駄に服買ったりとか、まだ全然入らんって分かってんのに、なんか服とか買って、前は食に使ってたお金をそうやって服とか自分が綺麗になるため、ネイルもなんかクリアのネイルなんですけど、ネイルしてきたりとか、マツエクつけたりとか、化粧品買ったりとか、そういうのほんまに前までなかったのに、そういうのをねなんかするようになった。また昔は結構ネイルもずっとしてたし、マツエクもずっとつけてたりしてたんですけど、服も結構頻繁に買って、靴も好きやから結構買ってたりとか、そのファッションにお金をかけたり、自分が綺麗になるためにお金をかけたりしてたのに、どんどん太っていくことにつれて、もうほんまにご飯にしかお金かけへんかった。もう服も着れたら何でもええし、ネイルとかも全然いかんくなるし、まつげとかも、もう、なんかもうないし、みたいな。ないってないよね。でさ、もうそんな感じなんですけど、やっぱちょっと自分が痩せていったら、自分がもっと可愛くなりたいとか、綺麗になりたいなとか思って、もう自分にお金をかけるようになりました。そこがやっぱ痩せてちょっと変わったとこかな。痩せたって言ってもまだそんなね 5,6 キロぐらいしか痩せてないけど、でもこの 5,6 キロ痩せるのって結構大変やし、まだダイエット始めて2ヶ月か2ヶ月たやっと経ったところで、で今
3ヶ月目に入ってるんですけれども、その1ヶ月はねぎっくり腰で運動もできてなかったし、またこれからパーソナルトレーニング週に2回通って1時間みっちりトレーニングして、なおかつ家でも、まあ、できる運動と歩いたりとか有酸素運動を取り入れて残り1ヶ月ねラストスパートかけていきたいと思ってます。なんか前の動画で夏になったらビキニ着るってちょっと言ってしまった、ビキニは着らんと思うけど、なんか普通に水着着るって言っちゃったからね、何としてでも痩せとかないと、ほんまになんかもう今の体できたらなんかもうほんまもうなんか妖怪と間違われちゃうかな、ほんまに妖怪っていうかなんかもうなんかもうボンデスハムみたいになっちゃうって感じ。もうそれはちょっと勘弁やから、ほんまに、まあ、それでも着れけどな、それでも自分ができひんかったってことにきますけど、まあでもね痩せてねこの自分のチャンネルに残したいから、その姿を頑張ります。ではバイバーイ、またねー。